オースケン、汚れたユニフォームを着替える際に頭をぶつけて負傷。DeNA オースケンが試合中にベンチ裏で負傷し、途中交代するアクシデントがあった。オースケンは7回無視に、3塁で宮崎の右で3塁からタッチアップ。本塁ヘッドスライディングしたが奮死した。三浦監督と球団広報によると、オースケンはその後、ベンチ裏でユニフォームを着替える際に天井に頭をぶつけて怪我をしたという。大事を取って7回の守備から退いた。どんな負傷の仕方やねん。異能かよ。こんなところに異能の後継者が。普通に生活できてるんかな。なしだ、ランナーコーチの指示を無視したので懲罰交代。あの本塁突入関係ないんかい。どんな斜め上やねん。これもう田村超えただろ。ラッキースペヤン漫画のキャラやん。そうきたか。どこからでも怪我する男。元気に猛打賞した後にこれだから芸術点が高いな。どんな場面でも離脱の危険性を伴う男。これで明日欠場したら草やで。オースケンってもしかしてちょっとアホなん？甲子園の欠陥建築のせいやんけ賠償しろ。甲子園球場。何？甲子園で頭ぶつけることは稀にある。着替えを手伝ってあげない首脳陣が悪い。オースケンの着替えを補助するスタッフ募集中。七色の負傷パターンを持つ男。なかなか斬新。すべてのパターンを制覇する勢いだな。タイマン走塁を推奨されている唯一の選手。オースケンはスペってこそだからな。2試合くらい安静にしててくれ。ガチのドジっ子なんやねえやおっさんではあるんやけど。異能みたいに頭部破裂やなくてよかったな。